わっせー、今回はね、とんでもないことをいくつか気づいてしまったんで、ダイレクトに紹介しようかなと思いますよ。多分ね、これノーカットでやれるかなと思いますが、とんでもねえなーっていうのがね、何個かあるんですよ。多分ね、今回発表するとんでもねえなっていう内容以外にもたくさんね、あると思うんだけど、あったら教えてくださいよ、皆さん。多分皆さんの方がこれとんでもねえよーってのがね、あるかもしんない、多いかもしれませんね。それで今からね、実際にいろいろとやっていくわけなんですが、多分これ字幕で設定されてると思います。おそらく YouTube 側の設定で、今現在字幕が出てない人も字幕が出るかなと思いますよ。これちょっと見てほしいところがたくさんあるんだけど、同時に今これ始めたばっかり、ゲームね、朝始めたばっかりなんで、毎日ボーナス、これタスクがゼロの、まあゼロ完了ですね、何も完了してない状態なんですけど、これね、完了しながらやっていこうかなみたいなね、喋りながら紹介しながらやっていこうかなと思いますよ。はい、まず一つなんですが、今現在シーズンイベント30日目かな、確かね、これログインがね、ログインが30日目なんですけども、長いっすよね、めちゃくちゃ長い、果てしなく長い。そしてその30日ね、累計30日ログインで金色豪傑を獲得であるんですけども、皆さんこれ獲得しましたか？たくさんあるんですが、種類がね、今回こんな感じであるわけなんですけど、手に入れられるね、豪傑、欲しい豪傑、どれですか？手に入りましたか？僕は、右上のメガロドンか、左下のネプチューンが欲しいわけなんですけども、全然当たんないんだって。マジでね、当たんない。一発で300個当たるはずなんですが、当たんないんだっては、違うのが出たよ。またこれ本当に全然違うの出ましたよ。はい、クラウディア、皆さん何が出ましたかね。マジでこれ辛いです。マジこれ辛いです。本当に全然欲しい豪傑が全く出ませんね。ちょっとでも出るんだったら課金してやってもいいかなと思ったんですけども、全く出ませんので、全然ね、豪傑の方は課金してませんね、その理由で。はい、そういうことなんですよね。皆さん豪傑結構ね、課金してる人多いかと思うんですけど、ああいうとこで少しはね、出しとってもらったらさ、ああいうとこで課金をね、するかしないか決めてる人多いんじゃないかなと思いますよ。なんでかというと、ちょっと出ると、あ、育てようかなこの豪傑みたいなね、いう人が多いと思うんで、ああいうとこでね、出しとかないとダメでしょみたいなね、思うんですよね。ああ、さすがに全然全く出ないんで、課金すらしたくないな、集まらないじゃんこれ、全然全く、あとちょっとでもねえしみたいなね、人もね、多いと思うわ。で、その他にもこれマジとんでもねえなーっていうね、内容があったわけなんですけど、あるわけなんですが、その内容はね、今 Twitter が X に変わってるんですよ。なんで X に変わってるから、ツイートしたって言っていいかどうかちょっとわかんないけど、 X に共有ねしたんですよ。した内容があるんですけど、別荘のね、レベルの上げ方、上がり方のツイートを共有したんですよ。で、それをね、うわー、これちょっときついだろうみたいなね、これどうやってやるんだよっていうような内容も中にはね、あったんで、それ見せようかなと思うんですけど、皆さん今別荘のレベルって、いくつまでいってます？だいたい。僕だったらね、今このぐらいですよっていうのがあるんだけど、GF5 は5なんだけど、GF5 なんだけども、今ね、パーセンテージがあるんですよ。GF5 まで行くと、GF5 から GF6 まで上げるときに、10% 刻みでね、上がってくんすよ、これ。GF5 までは、すんなり行くんだけど、1,2,3,4,5 って行くんだけど、GF5 になったら、GF5 の 10%、20%、30% って言って、GF5 の 10% 刻みでプラスされていくわけなんだけど、僕は今ね、
90% までなってますね。 GF6 に上げるまでの 10% 刻みで上げていくときに必須項目があるわけなんだけど、その必須項目がちょっと今現時点では難しいんじゃねえかなみたいなね内容もあるんですが、都市によると思うんだけど、大きな理由としてはやってるんで、あの Twitter というより X の方で共有してるんで、あれちょっとね見てほしいかなと思うんですよ。共感してくれる人めちゃくちゃ多いんじゃない、あれ多分すげえ。あ、だからなかなか上がらないんだよね。もちろんね別荘のレベルとか上げるときって資源も必要にはなってくるわけなんだけど、あれちょっと厳しいよねっていうようなさ内容もありますよね。まあ、厳しいよねってたくさん厳しいがあると思うんだけど、すごいねあちこち厳しいだらけだと思うんだけど、あれはちょっといかがなものかみたいなね、どうなのかみたいなありますよ。一回ちょっと見てほしいですね。 X のページに飛ぶのはね、この動画にもあるし他の動画にもあるんですけど、毎回動画の説明文っていう中にいろいろと書いてあったりリンクがあったりするわけなんですが、まあ、その辺ちょっと見てほしいですね。それとチャンネルホームページのところにもあるんで、ぜひちょっとそっからね本でもらって見てほしいです。はい。で、今回紹介してる話してる内容以外にも X 結構ね共有してるわけなんですけど、まあその辺でもちょっと見てほしいなと思う部分がたくさんあるんで、ぜひちょっと見てみてください。はい。そのもってね今ね進めてるわけなんだけど、やっぱこれ喋りながらやると若干遅いですね。なんだっけなみたいなやつがあるんですけど、まあ大体僕はね朝一全部タスクを完了させたい派なんで、まあ、ほとんど完了させるかなと思ってます、思いますね。はい。でそのねコツとかもたくさんあるんですよ。なんでこれこの数字でやってるんかなとかねいろいろあるんで、まあ、そういうのね気にしてもらうとちょっとしたコツになるかもしれないですね。で今現在やってるイベントもそうなんですが、こういうのって攻略動画結構過去動画なるんですが、過去にも配信してるんですけど、その中でこういう風にやると最短でクリアできますよっていう内容があったりもしますんで、まあ、例えばこのハッキングソフトのやり方、これをめちゃくちゃ最短でクリアしていく、まあこれハッキングソフトね大量にあると思うんで、その大量のハッキングソフトをどれだけ大量に完了させてたくさんねアイテムもらうかっていうのもねやってますね。それもぜひ見てみてください。この動画の説明欄に動画のリンク、そのハッキングソフトのリンクとその他のリンクも貼ってあるかと思いますんで、後ほどゆっくり見てみてください。まだチャンネル登録しない方もねチャンネル登録ぜひしてみてください。そしてたくさんの攻略動画あるんで、それもね参考になるかなと思います。そしてですよ、バフの上げ方、兵隊の編成もあるんですけど、その辺のパーセント割合は僕意外と喋ってた、これマジで最強っていうやつね、紹介しないつもりだったけど意外と知らないうちにね紹介してたわ。それ気づいた人めちゃ強いですね。強いですねっていうか、もうそれ以上強いのが多分ないと思うんで、それが最強だと思いますよ。まあ T11、T12 入れてるんだったら、またそれにプラスアルファなんですけども、T10 までの編成の仕方とかパーセンテージはね、過去に紹介してたんで、それ、マジで最強じゃねえと思っちゃいますね。はい。ただ、いろいろとあるわけなんですが、攻略動画ね。マジでこれ、一番おすすめってやつが、一番がたくさんあるんでね。まあどれも見てほしいですよね。知ってほしいですね。どうですか今のところね、皆さん順調ですか、やってるところ。どっかで引っかかったりしてます、あ、これちょっと難しいな、みたいなね、感じがありますかね。僕はさっき言った別荘のレベル上げが意外と思ってたよりも、難しいんじゃないかなと思いますよ。まだまだ皆さんがね、GF1、なのでゴッドワーザーの1レベルとか2レベルとかそういう人もねたくさんいると思うんだけど、ちなみに5から
5のね別荘 GF5 からそれの 90% まで行ってんだけど、5の 90% までから GF6 に上げるまでにこういう内容になるわけなんですよね。まあ、牢獄のね回数とかも次は必要になってくる。これね、この一番上に書いてある項目って毎回毎回バラバラなんですよ。そしてゴッドワーザの設計図が鬼のように必要になるんで、まあ、ガンガンですね。これ GF5 の 90% から GF6 に上げるとき、これ3269枚いるじゃん。めちゃめちゃいるね。まあ、大体おおよそこのぐらいですね。あと資源足らない風になってるんだけど、これは一瞬で集めれますね。僕の資源の集め方とか紹介しまくってるんで、それ参考にしてほしいですね。一瞬で集まると思いますんで、はい、全然間違いなくいけると思います。そんでもってたくさんイベントがねあるわけなんですが、まあ、こういうねゴッド建築ビルド還元ってあるイベントの時に使った方がいいと思いますね。ゴッドワーザーの設計図はね、まあ、僕だったらこのぐらいまで行ってるわけなんですよ。一つだけレベル上げてこのぐらいに行ってます。その他それ以上行ってる人も多いと思うんだけど、まあ、こういうイベントの時にどんどんね上げていった方がいいと思うわ。レベルを上げていった方が得じゃないかなと僕はね思いますね。そんでね、一応これ皆さん共通だと思うんだけど、これまだ気にしてない人もね多いと思うわ。僕最初の方は全然気にしてなかったんだけど、このねイベントセンター一覧の中で見てみると、地獄イベントってやつと、今一番目にあるやつ地獄イベントとソロイベントってあるんですよ。でここをね最初の方は僕全然気にせずにやっとったわけなんだけど、これ気にしてやった方がいいかもしんないね。内容的にはバラバラで変わってくんだけど、このポイント獲得の内容とあと下のボーナスもらえる内容がどんどん変わってくんだけども、だけどこれに対応するものをこの時間内、この時間内っていうのはね一番上の方に書いてあるんですけど、今だったら現在だったら48分37秒後に終了みたいな感じなんでね、まあ、これ合計ねトータル1時間あるわけなんだけど、最初の開始の10分って準備段階なんで、その時の準備段階にクリアしてもポイント入らないんで、その辺はちょっと気をつけてほしいところですね。地獄イベントとソロイベントがあるんで、これ最初の方ね全然気づかなくて、途中で気づいたんですよ。言われてね気づいて、そんなあるの全然知らんかったわと思って、だからこれめちゃくちゃ獲得ポイントが多い人って多分いると思うんだけど、知らずにやってたらもらえてる時もあるかもしれないけど、もらえない時もあると思うんで、この項目ねポイント獲得の内容に入ってない時もあるし、例えば隊員訓練だけの時もあるから、これ他のね産業投資とかキラーサービスとかファミリービジネスがこのポイント獲得の項目にない時あるからね、これある時にやった方がいいですね。で今現在だったら隊員のポイントゲットできるんで、まあここでね隊員作っちゃってポイント獲得してアイテムもついでにもらえるっていう話なんですよね。これね知ってると知らないとではめちゃくちゃ差が開くと思うんですよ。すんごい差が開くと思う。どうせ兵隊作ったりするんだったらこういう時にやってポイントもらってどんどん上げてアイテムももらってってやった方がいいかもしんないね。メランもあそこの場所に出てくるわけなんですよ。さっきの場所にね出てくる。で実際メランを獲得する動画とかも実践でやってますんで、まだ見てない人はねチラッと見てみてください。その辺は絶対知っとった方がいいかなと思いますよ。タイミング的なものもあるし、やり方もあるし、どんだけやったらもらえるか交換できるかゲットできるのかみたいなね感じもありますから、それもねぜひ見てみてくださいよ。はい、そして花泥棒は必ずやりましょう。必ず花泥棒はやりましょう。どんどん取られてばっかじゃダメなんですよ本当に。取られたら取り返すじゃなくて取りまくるっていうね、もう先に先制して取りまくっちゃいましょうかね。どんどん今ねタスク完了してるんだけど、完了させているんだけど、これすげえ時間かかるじゃないですか。皆さん大体全部のタスク
完了させるまでにどれぐらいのね時間がねかかってますか。僕は多分ね急いでやったら全部のタスク完了させるのを10分か15分ぐらいだと思うんですよ。で今ね若干急いでるぐらい、ちょっと急いでるかなぐらいなんですけどもね、まあ、いろんなことを考えながら喋りながらやるとちょっとばかしね、やっぱねスピードね落ちるんですよ。すごいね、いろいろと紹介したい部分もあったり喋りたいこともあったりするわけなんですけど、毎度毎度喋ろうかなと思うことが10個あったら僕8個ぐらいしか喋れてないので、まあ、それも追記で喋りながら行きたいわけなんですけども、シーズンイベントいつまであんだっていう話ですよね。あと都市移転もさ、僕思うんだけどこれ実装されるかちょっと分かんない話なんですけど、仮移転みたいのがさ、仮移転、まあもしかしたらできるんじゃないかなと僕はね予想してるんですけど、皆さんどう思いますか。そもそも仮移転ってなんぞやみたいなね人がいると思うわ。仮移転って何ですかみたいなね、あ、そんな聞いたことないんだけどみたいな。はい、都心移転っていうのはさ普通にチケット使って行くわけじゃないですか。チケット購入して他の都市に行くわけじゃないですか。で仮移転ってのはさ、仮で本当にその名の通り仮で他の都市に移転して、まあ実際に移転はするんだけど何日間限定みたいなね、はい、そんなのが現れるんじゃないかなと思いますよ。まだこれ確定の話ではないんだけど、現れるんじゃないでしょうか。はい、現れて欲しいですね。それはね、いつになるか分かりませんよ。現れるかどうかも分からないんだけど、ちょっと欲しいですよね。面白いですよね。みたいなね。3日間限定とかでもいいんでね。他の都市体験してみたいですよね。指定してね、自分がね。ある程度の都市の番号から指定して、ここの都市に行きたいみたいなね。やりたいですよね。面白そうですね。そういう面白そうなイベントの内容が増えたらいいなとは思うんだけど、まあ相変わらずシーズンイベントめちゃくちゃ長いのが、まだまだね、連発するんじゃないかなと思いますよ。これね、シーズンイベントのせいでね、まあほとんどシーズンイベントのせいでって言えるんじゃないかなと思うんだけど、まあシーズンイベントのせいで、まあ長期のね、めちゃくちゃ長いイベントがあるんだけど、そのせいでバンバンね、僕の仲いい人とかもうやめてくんですよ。シーズンイベントが長いから、まあやめますと。もうこれやってられないからやめます。都市に戻っても全然人がいないし、まあ、その中じゃちょっとやってきないなーみたいなね。シーズンイベントやらないとアイテムがね、まあもらえないじゃないですか。でシーズンイベントでもらったアイテムの中でいろいろと僕がね交換したものがあるんだけど、見せようかなと思いますよ。どのぐらいの交換したかってのも見せようかなと、簡単にね、ちょっと素早く見せていこうかなと思うんですが、はい、こういうイベントとかもめちゃくちゃ果てしなく多いんで、すげえ多いんでね、マジでこれどこまでイベントが増えるんかみたいなね、挑戦してるんかなこれ、イベントどこまで増えるんでしょうかみたいなね、はい、こんな感じでやっておりますが、まあこれもアイテムもらえる一つの、まあ、内容なんでね、ここで挑戦タスクってあるんで、はい、これもらったりしましょう。闘技場めちゃくちゃ面倒くさいところが多いね、まあ、こうやって簡単に終わるとかっていいよ、こうやってね 3V さんってね終わったらいいんだけど、まあまあまあ面倒くさいところ多いっすよ。で僕交換した内容はねいろいろあるんだけど、その中でも結構ね意外と最近は別荘を交換してますね。別荘ね交換してる。でこれから交換したの一番最初はこれかな、確か。はい、シーズンイベントで交換しました。で、2番目のシーズンイベントかな。まあ、2回目こんな感じで交換して。で、今回のイベントで交換したのはこれですね。で、自分のね、僕の AK の課金して買った別荘あるんですけど、まあ、その他にもいろいろとあった方がいいわけなんですよ。なるべく取った方がいい。その理由は、ここにあるんですが、ことわざの石碑のところの中に、皆さん気づいてると思うんだけど、気づいてない人は今気づくと思うんだけど、
右上のとこね、いっぱい項目あるんだけど、これエフェクトとかアバターフレームとか行動体とか外観とか、まあたくさんあるんだけど、右上の方にね172分の4ってあるんだけど、これ別荘なんですよ。でそれで別荘を集めるとこのポイントがねもらえるわけなんですよね。別荘栄光ポイントってあるんだけど、これがもらえてきて、たくさんもらえてきたアイテムがねもらえるんですよ。アイテムの中にこうやってね別荘外観ランクアップ券とかもありますから、別荘の永久手に入れるプラスアルファポイント貯まったら、その他にももらえるアイテムとかもたくさんあるんで、まあ、こういうのもね、こういうのを少しずつ集めていってもだいぶ効力が出てくるんじゃないかなと思いますよ。無理して別荘をね課金して買うんじゃなくて、こうやって無課金でもらえる別荘がたくさんあったじゃないですか。僕の場合は3つあるわけなんですが、その他にもあるし、まだ手に入れるといいかなと思うんだけど、まあ、こうやってねどんどんね集めていくと、プラスアルファ別荘のねこれ外観ランクアップ券やその他の資源とかももらえていったりしますよ。たくさんあるんでね、いろいろで、アバターの方は僕全然集めてない、集まってないわけなんで2つしかないんですが、多分ね持ってる人はめっちゃあると思うわ。その辺でもたくさんもらえる内容があるわけなんで、まあこれ集めれば集めるほどいいかなと思うんだけど、すげえ種類が多いんすよ。めちゃくちゃ多いんだって。でこの辺は普段ねあんまり公開しないような内容なんですけど、僕はねこのぐらい持ってるかな、大体みたいなね、このぐらい大体持ってるかな。皆さんの方が持ってますかね、皆さんの方が持ってないですかね、僕よりね少ないかな、どうかな。でこのマフィアシティさ、なんだかんだ今喋りながらねちょっとまったり系でやってるわけなんですが、めっちゃ莫大なさ時間がかかるじゃないですか。すごい時間かかるでしょ。何に時間かかるかって言ったら、タスクって別にそんなそこまですごい時間がかかるような感じではないんですけど、この今やってるタスクね、毎日タスクの方はね、どうだろう、今半分ぐらいいったかな、これなんだかんだ喋ってて半分以上いったね。でまだあと2つが完了してないんで、まあ適当に島のねいいねとかをやったりしに行きましょうかね。島のいいねをランキング見て、僕はいつも世界の方見ますね。ヤミさんすごいね、いつも1位ですよね。めちゃすごいよね、やばくないですか、マジで。なんか見たことないような島の装飾が出てきますね。おっとおっと、来た来た、どんどん来るどんどん来る。でそしていいね押してください皆さん、誰かの島でいいね押してくださいね。やってると思うんだけどさ、これ毎日タスクの方にもあるんでね。いやーしかしすげえな、本当に見たことないものがたくさんありますね。というより皆さん多分持ってないね、ほとんどね。はい、ここの島のランキング、そしていろんな強い人いるんだけど、このね組織の人たち最近すげえなと思うんですよ。 DORA って書いてあるじゃん、ドラって、なんとかドラーって人がねいっぱいいるんだけど、最近僕ちょっとね注目して見てるわけなんですが、なんとかドラって人たちをね、すげえ強い人多いんですよ。マジで強いわ、本当にびっくりした。そして GOD の人も、まあ、もちろん強いですよね。これね世界の組織戦闘力ランキングずっと1位じゃないですか。やばいよね、やばいですよね。いやーそれもとんでもねえなーと思いますよ、マジで、はい、とんでもねえなーと思うのがたくさんあるわけなんですけども、その他にもありますよ。で最近ちょっと前かな、本当にね GOD に入ってた人が GOD 抜けて、まあ、結構強い人なんですけど、その人が新しい都市に移転して組織作ってやってたりもするんで、その辺の人もちょっと動画でね行けるんだったら行きたいなみたいなね、行くタイミングがあったら行きたいなみたいな感じであるんで、楽しみにしててください。めっちゃ強い人がねいるんですよ。でそれで GOD 抜けて新しく都市移転してね、新しい組織作ってメンバーの人がね見た時130人か140人ぐらいもういたな、めっちゃ強い人たちが。早っと思って、やばいよね、組織作ったばっかりでそんなに人が集まって、しかもめちゃくちゃ強い人だらけで、いやじゃあこれからどうなるんですかみたいなね話ですよね。すげえなーと思った。
やばいじゃんね。皆さんの年って最高の戦闘力っていくつぐらいの人がいますかね。僕の年はそんなにねいないんだよね。そこまでねめちゃくちゃ強いやつね、全然。これ組織の戦闘力ランキングなんですけども、今7位で殲滅ランキングが6位、そして今現在いる年移転する前の年はこのぐらいの戦闘力なんですよ。最高でもねやっぱね5億とかかな、続いて4億3億とかそんな感じなんですよね。10億超えはねいないですね。はい、いない感じですけども、だけどまあまあ強いんじゃないかな、強い方じゃないかなと思います。ちょっと若干強いか平均ぐらいかじゃないかな、そのぐらいの都市だと思いますよ。弱い都市ではないと思いますよ。だけど、はい、だいたい弱い都市じゃないと思います。そして街頭制覇の方めっちゃ時間かかるでしょ。街頭制覇のやり方ってどうやってやってますか、どうやってやってますか。で、僕の場合はこうやってやってますよって紹介するんだけど、普通に全部これ行くわけじゃなくて、こうやってね体力5を使うやつだけ行くんですよ。僕だいたい僕のやり方はね、体力5を使うやつだけそのまんま行動体を進めていって、な、体力5を使うというより、このねこっちを見てほしいんだけど、こういうのレベル37 IRS エージェント、まあ、該当っすねこれね、いわゆる、まあ、該当みたいなやつは俺は直接行かずにダイレクトで高速管理をしますね。こいつは僕のやり方としては、まあ、ここだけは高速管理をさせて、あとヘルプタスクとかはそのまま行けますよね。とあと体力5を使うやつがそのまま走らせますね、行動体を。それね一番早いっぽい、なんかやり方としてすげえ早いっぽいですよ。で今現在は早く見えるかどうかっていうのは分かんないけど、このやり方がめっちゃ早かった。いろいろ試したけどこのやり方が超早かったですね。すげえ完了させるのが早いなと思った。これだってもう そもそもさ、これさ遅いじゃん、すげえめっちゃ莫大な時間かかるんですよこれもね。みたいな、どれもこれも莫大な時間かかるやつだらけなんだけど、すんげえマジで時間かかるんですよ、どれもこれもね、全部やろうとすると。なんでサブアカとかはもうできないでしょ、全部すべてのイベント、マフィアシティである、まあシーズンイベントから始まって、その他にたくさん細かいイベントがあると思うんだけど、全部できないでしょ、あれやろうとすると寝る時間多分ないっすよマジでとんでもねえっすよマジで今のねマフィアシティのイベントとんでもねえんだよマジで。今回いくつかもねとんでもねえを話してった、紹介したわけなんだけど、まだねあるんだけど、すげえあるんだけど、ライブ配信とかでも話したいことあったんで、そうやってねいろいろと話したいんだけど、これライブ配信で喋りたいなっていう内容があるんで、その辺の内容はライブ配信で喋ろうかなみたいなね感じでありますね。ライブ配信の方は不定期でやってますが、だいたい夜が多いかなみたいなね、夜の時間帯が多いかなみたいな感じでありますんで、まあ、タイミング合う人いたらねぜひダイレクトに遊びに来てください。リアルタイムで遊びに来てみてくださいね。 X の方でライブ配信ある時間とかもね告知したりもするときあるんで、その辺も見といてください。 X の方も誰でも無言フォロー歓迎です。あいつの感じでやってたわけなんですけど、毎日タスクどうなったんですかね。あと1個、あとちょっと、あとちょっとなんですけど、もうあとちょっとがちょっと長いかもしんないね。まあ、すぐ終わらせようとしたらね、すぐ終わる感じなんですけど、まあこんな感じっすよ。で、500までやった方がいいんで、やってくださいね、皆さんはね。これ毎日タスクは絶対やった方がいいと思うんで、簡単なんでね、初心者の人も、やってみてください。仲間の人はこの辺に集合してます。皆さんとまた襲撃行ったりなんだかんだいろいろやったりしていくんで、その辺もね楽しみにしててくださいよ。その他の動画もねマジでおすすめなの多いんで、ぜひ見てください。グッドボタンもねよろしくお願いします、押したってくださいってな感じで、今回ほぼほぼね、ノーカットだと思うんですけど、こんな感じでやってきました。ご視聴ありがとうございました。